イタイド、まあ、ちょっとハイタイドやね。ここが潮が引けばちょっとだけ砂浜が見える。あっちかな、あっちが多分ちょっと砂浜になるところがあって、色変わってるか上から見ましたけど、まあ、実は今日はこの辺のゴールドコーストって呼ばれる物件の紹介ってことで、さっき見てきたんですけど、下のビーチがどんな感じかっていうのを見に来ましたってことで、ちょっとお腹空いたな、先に食事に行きましょうかね。ご飯うわ、ここのビーチ最高やな。ビーチって言うかな、ここの小道が最高。インスタ映えする、インスタ映え。お、あいこいいね。これサンセットと合成しよっか。あいこさん誘われてちょっとさあ、ということで、モンサラット通り近いからそこに食事しに行きますかね。おしゃれ通りですね、ここ最近の新しい感じの。そうね、こっからも歩いて10分ぐらいかな。でも車で行こうか、今日は暑いですもんね。うん、車で行ってちょっと、うん、もう一人 YouTuber 呼んで一緒に食事しましょうかね。うわ、シャワーツリーとダイヤモンドヘッド。シャワーツリーっていうんですか。これシャワーツリーじゃない、へえ、知らんけど。遠い名前、本当かなさあ、誰のどの YouTuber が来るのでしょうか。さあ、どうでしょう、まあ、その前に今日ご紹介するコンドミニアムっていうのが、ここがあるか、ワイキキからずっとまっすぐ来て、カラカワ通り、まだここカラカワ通りなんですけど、終点があの辺、カラカワ通りの終点が、あのコンドもすごいけどね。今日ご紹介するのがこの奥まったカピュラーニ公園を通り過ぎて奥まったところにあるこちらのコンドミニアムです。じゃん、イエイ、オーシャンサイドマノア、こちらです。じゃあ車で行きます。でここがアウトリガーカヌークラブ、社交クラブね。ここは紹介制のお金持ちが行く社交クラブ。あ、スカイ立ってるよ。どこに怪しい人発見。走らせる。もっと走らせる。冷たい。スカイ。いらっしゃい。冷たい。何が冷たい？風によって水がバッシャーになるんですよ。ここの噴水、なぜか、なぜかついてる時ついてない時があるんだよね。この流れてる時、流れてない時が。どういうタイミングやろこれ。ここでびしょびしょになったスカイさんです。でここのロータリーでぐるぐる回って遊ぶっていう遊び方もあるから。それはないでしょ。遊んでるから。そうそう、遊んでるし。あ、ぐるぐる回ってスカイを走らせる。そう、あれでもこっちにもエルクスっていう車高クラブ2つあるね。アウトリガーカヌーとエルクス。なるほどなるほど。アウトリガーカヌークラブの方がどっちかというと、まあ、敷居高い。1年待ちかな。1年間。紹介2人から紹介、まあ、承認得てからの感じかな。会員制。会員制。会員になる特典は何ですか。まあ世界中の社交クラブ使い、ここでお会員になってると東京のアメリカンクラブ行けたりとか、うん、フィリピンとかってすごい。なるほど。テニスとか、ね、そういう特典か、うん、そうとかもちろんいろんな方と知り合えて、あそこで食事ゆっくりできて、まあ、カヌークラブの方カヌーできたりとか。なるほどなるほど。いいねこの辺ね。え、アリさんこの辺住みたいですよね。ゴールドコースト、この辺住みたいな。すごいなね、2階ぐらい咲くよねこれ。そうですね、ハワイ2階ずつですよね。なんでも暑いからかな、ブルーってなるのも2階ずつ。運転手が休憩してる、トイレあるし、ここ。あ、そうなんや。ザバスの休憩所、ザバスはもう適当に勝手に泊まって店、うん、買い物に行った。運転手がコンビニ買い物行ったりとかするから。そんなん見たことないっすわ。はい、うん、何回か。とりあえずスケジュールさえ間に合えばいいっていう感じかな。スケジュールないって。あ、ないかないって。
スケジュールがあるのがいいのか悪いか、日本ってすごい日本人は誇りに思ってるけど時間守る電車、あ、まあね、そうですよね、うん、それって JR 事故あっちゃったけど時間守りすぎて、うん、まあね、安全を崩すってこと逆もある、確かに確かに不動産でしょ、どうぞこっちまっすぐ行くとワイキキです、うん、ですね、この小道最高に気持ちいい、今ちょっと補修中やけど歩道が、おお、そうですね、加減になってるしね、ここね、$44,350で業者が入札したここの道の補修、おー、$44,000って言ったらな、これ4,000、5,000万ぐらい、4,600万、あ、でもそんな程度、以前の YouTube で紹介しましたけど、うん、$44,350、44万だと多分落とせないと思った業者が350出した、なるほど、なるほど、でもこれ左側だけ直し直しで4600万払って、あ、でも結局そこにコンクリートを引いてペーピングするだけですよね、そう、200メーターぐらいか、あ、やっぱハワイ高い、まあ、ええ仕事、まあ、ペーピング高いですからね、競争やから、うん、ペーピング高い、ペーピング高いですよね、お家にしてもお家の子にしても、ここからモンサラット通り、うちの息子が行ってた小学校がここワイキキエレメンタリー、結構日本の方多くて、ここの学校を目指して引っ越す方も、うん、多いですよね、ワイキキスクール、まあ、ランキング上位、上位ですね、でも今はジェファーソンとかワイキキの小学校もすごいランキング上がってる、上がってる、先生頑張ってやってる、そうなんや、でパイオニアサルーンとか、うん、ホガーツカフェ、うんうん、ここのプレートランチ最高に美味しくて、うん、ホガーツ見てみようか、ホガーツ、ホガーツカフェがこちらで一番端、あれ、あそこ、あ、開いてます、もうちょっと昼過ぎてるから空いてきてるね、うん、とか、サニーデイズ、サニーデイズ、僕の行ってる歯医者さん、あ、歯医者さん、はい、へぇ、ダイモンド、日本人ですか、ね、一回保険で無料で点検してもらいますけど、へぇ、紹介してくださいよ、 OK、うん、で、ヘルスバー、ここがあのアサイボール発祥の地、へ、最近できたイタリアン、最近できた美容院とハワイ寿司、ここおすすめ、美味しいんですか、美味しい、安い、安くて美味しい、安くて美味しい、あ、並んでる、テイクアウト、テイクアウト、おー、めちゃめちゃ美味しい、なるほど、モーリーズ行こっか今日ですね、ね、おしゃれなモーリーズ、僕行ったことないですけど、あ、ビキここにある、あ、ほんまや、ビキステーション、すごい、ここが高級住宅街、もうなんか一気に変わりましたね、すごい、ここはここがもう今5億から10億のレンジに変わってきたよ、するんや、まあ10億か、するんや、まあするか、ここは一周すごいな、しましょう、あ、新築建ててるわ、あら、売れたよ土地がね、まあ家ついてたけど、おー、またまた大きいお家でんな、新築ってなかなかないですよね、ハワイでね、わ、自動で動いてる、いや、多分人の子のすごいな、あのおっちゃんが作ってんのでしょうねメキシカンハットかぶったハワイアのおっちゃんが石一個ずつ運んで、うん、石一個ずつ、開拓時代を見てるよやっぱりね、高級住宅街があるところって公立の学校区もいいんですよね、質が、そうね、だからそのワイキキとかに住まれてる僕のお友達のお子さんとかやっぱ私立、うん、あ、私立か、ミッドパークとかプナホとか行ってて、だいたい毎月30万〜40万、陽介、陽介もね、そう行ってはるから、うん、そういう人ばっかりね、ハワイって、そうですね、でも、ま、うん、ワイキキ小学校すごい、うんうん、頑張ってて、うん、ジェファーソンもワイキキの学校とジェファーソン小学校もすごい、うん、いいんですか、良くなってきてるんですか、いい、まあ、うん、その高校私立がどんだけいいか分からんけど、結局メーナード行っちゃうな、はい、結局大学メーナード、ハワイで働きたい人は、うん、高校をじっくり選んだ方がいい、うん、ハワイのそこで学罰みたいにできるから、うん、なるほど、そして、まあ、日本の田舎と一緒やけど、なるほど、でももし世界に行きたいっていうんであれば、うん、特に中高、私立にこだわらなくても、でも日本の方、うん、移住したいと思えば、うん、ビザが出るのは私立だけ、あ、そうなんですか、でしょう、へぇ、おー、すごい、車何台持ってんの、やばこい、くそ、
これ1個ですか、これ1個ですか、一軒家の1個ですか。そうです、この辺はそういうアパートとかない。なるほどなるほど。いやー、え、これも一軒家ですか。低層住宅地みたいな感じ。いやー気持ちいいね。いいですね。もう一周しようか。もう一周しますか。もういいもうええわ言うて。あ、チャペル、教会か。チャペル、教会。あ、ご飯行こう、腹減った。お腹空いたわ言うて。この通り探せば車止めれます。はい、モーリース。モーリース。あ、ここの2階のヨガも結構いいらしいよ。あ、ヨガ代理の人いてるね。さすがあれですね、もうお庭ですよね、アリさんのね、ここ。あ、そう、うん、さっきのお家住んでるか、実は僕の家紹介しました。車何台持ってんねん。実はテスラだけじゃない言うて。はい、やってきました、モーリーズ到着。スカイも合流です。いや、やばいな、これ。ここはやばい、やばい。このダイヤモンドヘッドビューはマジでやばい。ここ座ったら最高じゃないですか。雰囲気いいよね。ここは普段いっぱいなんですけど、時間をずらすと空いてますね、はい、今のところは。隣が12時50分ぐらい、隣がサウスショアグリル。ここのブリトー最高。やってきました8階。実はこの階には2部屋しかございませんってことで、こちらが専用のエレベーターとなってますね。そんな感じ、ね。じゃあお邪魔します。801802、どっち、こっちから行きましょう。こっちから、うん、はい。うわ、やばいなこれ、この景色。波あるし今日。うわー最高。ワイキキも一望やね、これ。ちょうどヤシの木の高さより上の感じで全部見渡せる。見てこれ、さっきいたあの辺よね、あの辺のところちょうど砂になってるわ、ビーチになってる。ロータイドの時はあそこがいい感じに、多分少しだけかな、でもビーチになる感じで、今日がこれ見て、この景色やばー。うー、はい、ここはゴールドコーストって呼ばれる、ワイキキから少し離れたところにある場所の海の目の前のコンドミニアムになってます。からのリビング、からのアリチカ。はい、アイコさんに、アイコに紹介してもらおうかな。私が紹介しますか。あ、いいや、ここでアイコさんお酒
飲み放題。ここやばいですよね。ここでワインとかもう最高じゃないですか。ねえ、ここで白ワインとか飲んじゃって、ちょっと景色どんな感じかな、ここで。やばいな、もう、うわすごい、ダウンタウン生まれ。あ、ダウンタウン、向こうのカポレーの方まで見えますね、景色的に。こう行ってね、すごい見えますね。いいっすね、ここ。うわ景色見て、この景色、サンセットとか絶対すごいよ。すごい、もう全てがすごいですよ、うん、クーラーいらないし。いやで、ここのスペースもすごい、こっちにもリビングが広がってるですね。こっちはテレビを見ながら、あ、靴を、テレビを見ながら、そう、こっちはテレビ用ですね、映画とか見たり、観戦用。あー、でもバッチリ景色もこっから見えると、あ、いいね、この角度すごい。いやー、すぎ、この窓全開したいよね。あ、隣もなんかすごいおしゃれなバルコニーね、いいっすね。60年近く経ってこの辺って建物全然建てれないで、今さらこの海の目の前って絶対建てれないですし、エリア的にもこのダイヤモンドヘッド前なんで公園に指定されてまして、建て替えすらできないっていうエリアになってるんで、古くても全然価値が保てるっていう物件に、場所になってますね。上がる一方ですね。上がる一方、しかも超いいところにちゃんとワインセラーもあるし、あ、ワインセラーちょっと待って、日本刀みたいなのあるよ。日本刀発見しました。すごいね、ワインすら。私は日本刀よりワインです。ワインの方がいい。どっちが楽しいって言ったらワインの方が楽しい、ね、うん、やっぱでもこの景色すごくない？ここダイニングスペース最高じゃない？ここ、うん、ここに座ってご飯食べながら、食べながらワイン飲んで、そっち向きかい。こっちに座りたいよね。こっちに座ってこの景色。ここいい、僕らです。ここ好き。どこ？ここに座るのが私のおすすめです。ああいいね、ここ。朝が綺麗かな、こっち向き、東は。ああ、そっか。でも西だとやっぱここすごいね。ここ飽きないですね。サーファーたちを見ながら。風がすごい。うん。飽きない。ほんまに動きがあるから。うん、そう。楽しそう。お、なんだあの人は。これトングスっていうサーフポイントで、トングスさんっていう人が開拓、開拓っていうか、まあよくサーフィンしてたんで、トングスってポイントになってます。ここがトングスさんは、弁護士さんだ、現役サーファーかな。うわ何あれ、カイト。そう、なんか風を感じる。カイトとフォイル合体してる、初めて見た。永久に乗り続けてる。だって反対向きに行ってますもんね今。そう、ウィンドサーフィンみたいな感じ、プラスホイールサーフィン、プラスサーフィンも楽しめる。めっちゃ沖まで行ってるし。うわー、波来たよ、波来た、波来た。お、あの人は乗れるか。乗れるかな。行った、行きました。いいね、こっからサーフィン毎日楽しめる。あ、乗ってないんかい。いや、この距離やばいよ。もう海の上に立ってるみたいな感じ。そう、もうほんとそれです。うーわ、あ、この下の道気持ちいいから後でちょっと見てみようか、ここの下の道。歩いて結構ずっと行けますよね、うん、もう今日はもう疲れたからこれで終わろうか。はい、はい、以上です。もう仕事なんて、まあでも一応、え、仕事なんて大好きやから、一応キッチンだけ紹介しましょうか。キッチン、キッチンいますか、うん、ベッドルームも、まあ、紹介しようか。ここを見せた後ですけど、うん、もういいな、これ。ここのカウンターで食事したい。色がいいですよね、海とマッチ、うん、白っぽくて。そうね、果たしてこちらがおいくらでしょうか。おいくら万円ですか。約日本円で5億ですよね、うん、結構改装にお金使われたみたいで5億円ですね。いやすごい。でもこの場所って希少価値がやっぱすごいんで、
この後にも先にもこの場所には立たないということで、唯一無二の存在になってますね。そうですよね。ゴーク、あーいいなこれ。ゴーク、クッキングしながら、うわうわ、キッチンもすごいな。だいたいまあ200平米あるお部屋なんで、まあ、他にキッチン以外にもいろいろお部屋があるはず。あるはず。あるはず。でもキッチンをよく見てみましょう。キッチンもこれ超カモフラージュですよね。うん、ちょっと待って、どこでしょう。これ何これ。これ。これ何？これ多分どうやって開けるんですかね。あ、開いた。隠し扉発見しました。押したら開くみたいです。どん。あ、収納パントリーになってます。おしゃれ。このスペース何？なんでここにこんなスペースがあったんやろ。すごいね。考えたね。パントリー。ここってあれですよね、エレベーターの後ろ、エレベーターの隣、うん、パントリーにしちゃいましたみたいな。いいっすね、うん、オーナーさんも気づいてほしかったよね、多分ここにパントリーあることを。ね、オープンハウス。ちょっと待って、景色やばいこれほんまに。いや、波が今日すごいし、うん、あのウィンドサーファーは一生乗ってるな。誰よりも楽しんでるよ今日日曜日。そう、今日はオープンハウスだよね。毎週日曜日は1時から4時あちこちでオープンハウスってやってますから、こういったお部屋もオープンハウスやってれば、あの日本の方でも見に来れますね、うん、誰でもフラッと歩いてやってたら入れるんで、ね、オープンハウス情報はアリーハウスにお問い合わせいただければお知らせしますってことで、はい、興味ある物件の方を言っていただければ、条件とともに価格、広さ、場所、使い方を教えてもらえば、おすすめの物件ご紹介しますってことで、じゃあ以上です。以上です。ここ、これすごい大きい、横に広いんで、ちょっとピカピカやん、もう新品じゃないですか。新品ですね。ターキーも2個入るじゃないですか。1回も使ってない。こう説明書このままやったら焼いてしまう感じをオンにしたら気をつけましょうね、このまま焼かないように。このまま焼かないように。これ、うん、ターキー2個焼けますよ。パーティー焼けますよ。ターキー2個焼いてパーティーね。いいっすね、アメリカに。え、住んでんのかな、生活感え全くないけど。いや、でも全部新しい。IKEA、新しいの。 IKEA ないのに IKEA。 どっから仕入れたんでしょう。あ、カリフォルニアのオーナーさんやね、これは。すごい。これは何、デシオシャーかな。分からん。ディッシュウォッシャーや。あ、しかもちゃんとミーレ。ミーレなのに隠しちゃう。隠しちゃうの。こっちがオーブン、簡易版オーブンですよね。電子レンジとしても使えるって感じ、ね、多分そうですよ ね、 なってますね。この下何、これなんでしょう。え、何、多分ウルフ社製の、多分あの温める料理を、はい、置いとけるやつじゃないですか。冷たくしてます。冷たく、保温、冷たくの外も保温だけかな。どっち、保温で行きましょう。保温でいきましょう、はい。ほんまかな。よくあのオーブンの下のこのスペースに、いや見たことない、そんな、このスペースについてるやつのおしゃれ版じゃないですか多分。この扉一個一個開けていくともう今回の動画終わっちゃう。ちょっと待って、いろんなもんが隠されてるよ。そう、めっちゃ、しかも新品で使ってないし、バッグもあるし、ここちゃんとおしゃれだけどちゃんと住むこともできる。見て、こんだけサランラップ置いてる。生活感バッチリじゃん。ちょっと待って、冷蔵庫みたいね。冷蔵庫チェック、キャサリン桃子の冷蔵庫チェック。これが冷蔵庫かな。違いました。キャサリン桃子分かってんのかな。あ、すごいちゃんと、あ、冷凍庫とってことは生活感満載。上が冷蔵庫、冷蔵庫でした。サブゼロ、サブゼロの冷蔵庫だけど隠しちゃう、うん、これ何、これ何ですか、なんかお店みたい。お店やね。ガラガラ開けます。料理を1階に運ぶんちゃう。ケータリング、あ、あ、
電子レンジ、電子レンジとキュリック、コーヒーカップ、コーヒーメーカー出てくるんじゃないですか、もしかして。あーすごい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 。え、なんで隠してんのやろ、綺麗のに。でもおしゃれ。うわー、あえて隠す。さようなら。さようなら。いいっすね。はい、終了。こっからが、あ、もうまだか。お手洗い。お手洗いが。お客さん来た時にもさっている。3つバスルームがあって、ここはそうか 0.5 か 0.5 バス 2.5 バスかな、おそらく資料を見ると。で、1個目のベッドルームです。ちっちゃいクローゼットもついてて、正方形か、これは。ここにもクローゼット、便利ですね。6畳、6畳一間ぐらい。ここは電かな、書斎かな、うん、そして使うのがいいよね。そうですね、ここは。そしてここはランドリー、なんていうの、洗い場になってますね。あ、ここで洗濯したものをここで畳んだりとか。ここで畳んでとかいいですよね。うんうんうん、いいですね。じゃあ次に奥に行きましょう。はい。あ、ここがマスターですかね。あ、2つ目のベッドルーム、マスターかな、ここが。大きいクローゼットっぽい。うわ、大きい。こっちの景色も素晴らしい。おー、本当や、山が見えます。山、いや、これダイヤモンドです。いわゆるDH DH ですよ。うわ、すげえ。ダイヤモンドヘッド、山頂がすごくよく見える。山頂、手振ったら絶対見える。お互い目が合う距離にありますね。じゃあ、アリさん、上行ってきてください。目は分からんけど、手振ったら絶対気づく。何そこ？ここもクローゼットですね。収納ね、うん。いいですね。ちょっとこの扉開けてみましょうかね。どうなる？ここのサッシ開くと、あ、いいね。海がちらり。風も通るね。うわ、カピュラニ公園、気持ちいい。いいね、朝とか絶対気持ちいいよ、サンセットの時間とかね。気持ちいいですね。まあ、あそこのリビングからサンセット眺めたいよね。あのリビングはやばい、やばい、やばい、やばいとか言ったらまた怒られるよ高級物件でやばいとか言葉遣いしたら怒られる。あ、ここにシャワーが、うん、あるね。いいサイズ。うんうんうん。あ、あ、ヨーグチャック。今日が黒いアロハシャツとピンクです。ピンク、ピンクか、オレンジ、ピンク。はい、じゃあ、あれ、もう一つベッドルーム探しに行きましょうかね。こっちですよね、きっと。はい、こちらがもう一つの最後。あ、ここがマスターでよくない？そうですね、こっちがマスター。3つ目のベッドルームになってます。さっきはここの部分がランドリーやったんですよね。でも、そっか、2部屋を実はつなげてるユニットになってるんで、うん、まあ、間取りはもともと一緒だったはず。でも改装してここを広めのベッドルームに変えてますね。こっちマスターですね。こっちの方がシャワーも大きいし。あ、シャワーも浴槽はついてないよね。ないですね。でもここなら入れようと思えば浴槽入れるサイズですね。注意が必要なのが、古いコンドミニアムなので浴槽入れれるかどうか、もしかしたらダメかもね。入れてないってことは。ウォシュレット、コメントしてない。はい、ウォシュレット開きました。うん、なるほど。ここからももちろん DH DH いいね、DH。 山頂が見えるっていいよね。はい、DH。 書斎、オーナーさんですかね。オーナーさんが、あ、映していいんかな。オーナーさんじゃないかも。アリさんの写真に変えましょうかね。なぜこの写真ですか。はい、ということでご紹介しました今回のお家。実は私のお家ではございませんでした。こちらが約5億円
まあ、紹介しましたけど約5億円のコンドミニアム完全に改装した物件で、この場所っていうのがもうこれ以上見てもらったら分かるけど古い建物しかなくて、増築、建て替え、新築ができないエリアになってますね。ってことはこの価値っていうのはおそらくこの先も保てるのかなっていう気がします。うーわ最高。あー崩れる崩れる。いや今日こそは絶対海行く。今日は海にこのまま行ってきます。ではごきげんよう。さよなら。さよなら。うわ行ってる行ってる。おっちゃん、いいね。おっちゃんが一人パドルしてゲティングアウト、波に向かってパドリングしてます。かっこいいね。多分サンセットぐらいの時間に上がってくるんちゃうかな。この方はもう今日幸せに寝れること間違いなし。ということでゴールドコースト、ハワイのゴールドコーストからお届けしました。何回エンディングやってんね